ガリシア州内の位置カンブレは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカダコルーニャに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は23,879人。住民骨障は、コンブリス、エサ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は87.30%。カンブレは、 面積は40.7平方キロメートルで12の教区に分けられる。緩やかな起伏のある土地で最高度海抜130メートルで歴史的な地域であるマリーニャス・ダス・フレイラス地域を構成。海に面するのは唯一のテンプレ教区だけであるが、海からの影響は強いと言える地域である。東から西へと自治体内をメロ川が流れ、セセブレ池に注いでいる。 気候は、湿潤な海洋性気候で、気温は温暖で、降水量は多い。空気中の湿度は、非常に高く、75%に達することもある。植生は、浸水性で、菓子、松、ユーカリなどの林が広がる。カンブレは、アコルーニャ四方管轄区に属す。住民は12の教区の119のお地区に居住する。 隣接自治体のカラルトの境界地域には新石器時代のドルメンが残されている。また、シグラスのカストロ遺跡にはペトログリフも発見されている。他にもプラビオ、アルメンタル、フライアスなどでも小高い丘に防御のための壁で囲まれた古代の住居跡であるカストロ遺跡を見ることができる。現在市内を通っているサンティアゴ巡礼路の一つである。 イギリスの道は古代ローマ時代にはすでにアコルーニャとベタンソスを結ぶ街道であったとされ古代ローマの遺跡が発見されている現在の自治体首長はガリシア国民党のマヌエル・リバスカリだ自治体表議員はガリシア国民党7ガリシア社会党5アクスク3ガリシア統一左翼2ガリシア民族主義ブロック2プレック1 pgd-1 となっている。カンブレの12の教区カンブレは12の教区に分けられている。ありがとうございます。